みたいと思います。アナザーデイ。メンバー紹介をねさせていただきたいと思います。まあ、グループ名とかねいうのが今回リンタロー、アキト、ヒロシ&ヒデですね。名前を並べてるだけでね芸能内会でございますけれども、まずリンタロー、アキトのアキトさんですね。森本アキトさん、よろしくお願いします。でベースがヒロシこと大内ヒロシ君でございます。ドラムスが、ヒデヤですね、杉本ヒデヤ、ね、しょうがないですけど、で私がリンタロウこと竹迫リンタロウでございます。皆さんよろしくお願いします。それではまあちょっとねアップテンポミドルテンポのが続きましたのでバラード行ってみたいと思うんですが、ビートルズのこの名曲でございますね。リボルバーというアルバムに含まれております。 Here, There and Everywhere。 Thank you.
better life. I need my love to be here. あっという間にね、あっという間に時間が過ぎてしまいましたね。残すところあと2曲になりましたね。次は、ちょっと今までの曲の中ではあれですかね、レア度が高いでしょうかね、はい、ただまあ、今年今どれだけの人がご存知なのかよく分かりませんが、1989年のポール・マッカートニーのアルバムで「フラワーズ・イン・ザ・ナート」というのがございまして、それが、まあ、リーシューされたんですね。で、まあ、そのアルバムはそのポール・マッカートニーとエルヴィス・コステロという、人が共作をしたということで非常に、まあ、話題になった作品なんですけれども、そこに含まれている最もポップで、そして、初期のね、ちょっとビートルズを演奏させるような息のいいナンバーがございまして、その曲を次はさせていただこうかなと思います。 My Brave Face。I'm not afraid to die.
血管が切れそうに、ね、なる感じが気持ちよさそうなのでね、で次はラストでございます。これはもう一番今日有名かな、どうでしょう、ね、はい、ビートルズが好きな人だったら知ってると思いますし、ね、有名な曲でございます。最後は元気なこのナンバーで終わらせていただこうかなと思いますので、皆さんよければ手拍子なんぞしていただけたらハッピーかなっていう感じでございます。それじゃあラストナンバービートルズで We Can Work It Up。 Try seeing in my way Do I have to keep on talking till I can't go onヒロシ&ヒデでございました。はい、ありがとうございました。そして可愛いパーカッション隊ができてくれましたね。ありがとう。